第2代デボンシャー伯爵ウィリアム・キャベンディッシュはイングランドの貴族。初代デボンシャー伯爵ウィリアム・キャベンディッシュと最初の妻であるアンケースレイの間の次男。また、初代入滑する公爵ウィリアム・キャベンディッシュは重廷にあたる。1609年、ホワイトホールにてイングランド王ジェームズ一世からナイト爵を授けられる。1618年に父が デボンシャー伯爵に上されて、以後はキャベンディッシュ教の儀礼称号を称する。1608年から家庭教師としてチャッツワースハウスに住み込んでいた哲学者トマス・ホップズから教育を受ける。ホップズはウィリアムの友人となりカリや町の娯楽に同行、彼と共にジェームズ一世や息子のチャールズ皇太子と何度も面会したり、 1610年から1613年まで3年間のグランドツアーにも同行し、帰国後は秘書として補佐した。後に、トゥキディデスの戦士を翻訳した際には、ケンジでデボンシャーを博の学識を称えている。グレー放送委員に出席した後、ケンブリッジ大学に入学、後にオックスフォード大学へ転校。1610年に、シュロップシャーシービショップスキャッスル選出の 1614年、1621年、1624年、1625年、1626年に、ダービーシャー終戦室の庶民院議員。1619年より、父と共同のダービーシャー当官に任じられ、1626年に、父が死去すると、単独の当官となった。1622年4月に彼は、 国王ジェームズ一世と新生ローマ皇帝フェルディナント二世の大使、ベネツア共和国大使、ネーデルラント連邦共和国大使たちの越見を設定した。1625年には、新王チャールズ一世とフランス王女ヘンリエッタ・マリアの結婚式に列席した。1626年に、父の死により就職して、貴族院議員となる。しかし、 就職からわずか2年後の1628年6月20日、ロンドンのビショップスゲートにあった邸宅で死去、ダービーのオールセインツ教会に葬られた。友人を失い悲しみに暮れたホップズは、キャベンディッシュ家を去ったが、1631年に、デボンシャー博の未亡人クリスチャンから呼び戻され、息子、ウィリアム・キャベンディッシュの家庭教師として再び、キャベンディッシュ家に仕えていった。 1608年4月10日に、初代金ロス教、エドワード・ブルースの娘であるクリスチャンと結婚した。クリスチャンは1674年もしくは1675年に死去し、オールセインツ教会に葬られた。ありがとうございます。